より小さいヤンマー花坂レディースゴルフトーナメント最終日、6日、琵琶湖カントリークラブ立党、三上コース、滋賀県、6482ヤードパー72、ためが深い。藤田光のアイアンショットを撃者、写真、首位タイから初優勝を狙った菅風華はグリーン上で苦戦した。パット数は決勝ラウンドに進んだ67人のうちワーストタイの35回。同じく首位から出て、 優勝した長嶋カノンは28回だから敗因は明白だった。ショットは良かったし、チャンスはあったけど、そこを決められなかった。パッティングは朝の練習から怪しくて、気持ち悪さがあった。そのままコースに出て、修正もできませんでした。やっぱりパッティングですね、せめてイーブンに戻したかったけど、あっという間に終わってしまいました。 1>, 1番パー5で幸先よくバーディを奪ったが、2番パー3は3パットのボギー。3番パー4は1.5メートルのバーディパットを外し、4番パー4は2メートルのパーパットがカップに嫌われた。7番パー4のボギーも3パット。後半も3打ち目をピン左2メートルにつけた10番パー5などチャンスをものにできなかった。厳しいコースセッティングでロースコアの優勝争いとなったが、 トータルスコアがアンダーパーだった上位8人の中で、最終日のオーバーパーは18歳のルーキーだけ。1打たりずトータル3アンダーの悔しい終戦に、次の試合までにはしっかり修正したい。そうじゃないと勝てないからと唇をぎゅっと噛んだ。得意のショットはこの日もキレキレで、グリーンを外したのは2回しかなかった。3日間トータルのパーオン率は断トツの83.33%。 距離も今日は結構飛んでいた。いい感じで来ていると思います。宮崎、日商学園高の4学年上の先輩となる長島との優勝争いには敗れたが、プロデビューからレギュラーツアー2試合、そして今回とショットは好調で、パッティング以外の話になるといつもの笑顔になる。2月の高校卒業後は、同じ宮崎出身で年齢も同じモデルのインフルエンサー、桜の YouTube などを参考に、 高校時代はできなかったメイクの勉強をしている。おしゃれにも興味津々で、今はネイルとヘアカラーが最大の関心事だが、優勝できるまでは両方とも我慢します、と願掛けにも似た誓いを自分に立てた。早くネイルをしたい。真っ黒な髪もカラーしたい。頑張らないと、18歳の普通の願望が優勝への大きな原動力となる。文・薄木隆。